吉川英二作宮本武蔵風の巻より生きる達人「いずれにしろ今日のことは終わったのだ。勝ったにせよ負けたにせよ後までこだわっているのは標本者らしくないことだ。未練というものである」。そう気づいて、 武蔵が足を早め出した時であった。この枯れ野に何を探しているのか、草むらの中にうずくまって土をかき分けていたオーナが、彼の足音にふと顔を上げ、おほ驚いたような目を見張った。枯れ草と同じような薄い無地の着物をそのオーナは着ていた。俗服を着てはいるが、 丸いつむりにはズキンをかぶり、年もはや七ごろであろう、どことなく上品で小柄な甘さんなのだった。牢にはそこへかがみ込んだ。武蔵の顔を見て震えている。武蔵はこの甘さんが何をそんなに恐怖しているのかを怪しんだ。で彼は甘さんが自分を ノブセリのぶせりの追いはぎとでも誤解しているのではなかろうかと思い、優しい言葉のつもりで話しかけた。おう、もうそんなに青いなが出ていますか。春だからなあ、せりも取れていますね。すずなも、ははこぐさも、ああ、つみくさですね、おばあさん。ことさらに親しみを見せ、 そばへ寄って小猿の中の青いものを覗きかけると、老には愕然と小猿をそこへ捨てて、こいつや誰かを呼びながらあなたへかけてしまった。武蔵はあっけに取られたように老二の小さい体の行く先を見ていた。せっかくあの老二が丹精して積んだものを、 武蔵はそこらへこぼれた青い草さ,さのものを小猿の中へ拾い集めた。そして自分はあくまで優しい心を示すつもりで、その小猿を持って老二の後から歩いていった。老二の姿はまたすぐ見ることができた。一人ではない、他に二人の連れの者がいた。その三人は、 一家族のものと見え、北風を避けるために、ゆるい傾斜の影を選び、日向に毛う線を敷いて、そこへ茶の道具だの、水差しだの、また、釜などもかけ、青空と大地を茶室として、自然の眺めを庭としながら、風流に遊んでいるのだった。三人のうちの一人はゲナンで、もう一人は、 この甘姿の老母の息子らしかった。息子といってももう四十七八かとも見える人物で、京焼きの戸の人形をそのまま大きくしたような色の白さと、豊かな艶のいい肉体を頬にも腹にもゆったりと持っている男だった。さっきこの老母が光悦やと呼んだことを思い合わせてみると、 この人の名は光悦と呼ぶに違いない。光悦といえば今京都の本阿弥の辻には天下に聞こえ渡っている同じ名の人間が住んでいる。加賀の大納言と死へから二百石ぐらいの仕送りを受けているのだと人は羨んでよく噂に言う。町屋に住んでいて二百石の陰口をもらっていれば それだけでも豪勢な暮らしができるであろうに、なおその上にも、徳川家康からは特別に目をかけられているし、公家道場へは出入りをするし、天下の諸公も、この一町人の家の前では、なんとなく気が置けて、馬上から店を見下ろしては通りがたいというほどなのである。本阿弥の辻に住んでいるところから、人呼んで、 本阿弥光悦というが、本名は次郎三郎、また本業は刀の目利きと研ぎと拭い、その三次の技をもって、足利の諸生から室町の世に栄え、今川家、小田家、豊臣家と代々の執権から長宮を受けて今に続いてきている古い家筋でもあった。 その上に高悦は絵もよく描くし、陶器もやれば薪絵もする。分けても書においては彼自身も一番自信のあるところで、まず今の名筆家を数えるならば、男山八万に住む松華道少女か、カラス丸光弘京か、この絵信忠公、あの山脈陰風と世間でいうところの書風の創始者か、 この光悦と言われるほどなのである。だが今、武蔵の前にいる下男連れの親子が、その本髪の辻の光悦かどうか、その家族にしては、友も一人しか連れていないし、衣服やあたりの茶道具などもあまりにしっそすぎる気がしないでもない。光悦は指に絵筆を挟んでいた。 膝には一条の返しが乗っている。その返しには彼がさっきから丹念に射精していた枯れ野の流れが書きかけになっていた。そばに散らかしてある保護にもみな同じ水の線ばかりが手習いでもするように書いてあるのであった。ふと振り向いて、どうなされたのですと問うように光悦は 下男の後ろにおののいている母の姿と、そこに立っている武蔵の姿と静かな眼差しで見比べた。その穏やかな瞳に触れたとき、武蔵は自分の気も和んでくる心地がした。しかし、親しみというにはあまりに遠いものなのだ。自分らの近くには見当たらない方の人間であって、そのくせ、 非常に懐かしみを覚えさせる瞳なのである。腹の豊かなように、底の深い光をたたえて、その目はまたいつの間にか武蔵に対して、窮地のような笑みをニコニコ示していた。ご老人様、なんぞ母が過ちでもいたしましたかな。せがれの私がもう四十八にもなりまする。 この母の年もそれでお察しくださいませ。体は健やかでございますが、血と目がかすむなどとこの頃は申しまする。母の粗相は幾重にも私がお詫びいたしましょう。ご勘弁くださいまし。膝の返しと指の絵筆を毛線の上に置いて、丁寧に手を使えようとするので、武蔵はいよいよもって、 そんな理由で自分が老母の驚きを求めたわけでないことを明白にしなければならなくなった。あいや。自分も膝を知恵落として、武蔵は慌てて光悦の辞儀を遮った。あなたがご子息でござるかはい。お詫びは拙者からせなければならぬ。なんで驚きなされたか、自分にはトンとんとわからぬが、 この方の姿を見ると、ご老母がこの小猿を捨ててお逃げなされた。見ればお年寄りがせっかく積まれた若菜やセリなどの草草が後に散っているではないか。この枯れ野からこれだけの青いものをお取りなされたご老母の丹精を思うと、自分がご老母を驚かした理由はわからぬが、すまないと存じたのです。で、 なお、小猿へ拾い集めて、ここまで持ってきただけのことです。どうかお手を挙げてください。ああ、そうですか。光悦はそれですっかりわかったように、のびのびと笑いながら、母の方へ向かって、お聞き遊ばしたか。母じゃびとはなんぞ思い違いをなされたのでございましょうが。すると彼の母は、 いかにもほっとしたらしく、隠れていた下男の背の影から少し出てきて、こい悦や、それでは、そのご浪人様は、何もわしたちに危害を加えようとするお人ではありませんか。害い,いどころか、あなた様が小猿の若菜を捨てておいでなさったので、この枯れのからそれだけの青いものを探して積んだ、年寄りの丹精が愛しいとおっしゃって、 ここへ持ってきてくだされたほど、若い無人にしては、心の優しいお方でございます。それはまあ、すまぬことを。と、老母は武蔵の恐縮する前へ、手首の頭図へ顔がつくほど低い辞儀をして謝りいるのであった。それから心も打ち解けたように、この老母まで笑いこぼれながら、 息子の光悦にこう話すのであった。わしは今思うとまことにすまんことじゃったが、このご老人様を一目見たとき、何かちくさいものが目の前へ来たようで、体中の毛穴がぞくっと引き締められたように怖かったのじゃ。今こうしてみれば何のこともないお人じゃがの。 そう聞いて武蔵こそ、この老母の何気ない言葉に、はっと胸をつかれた。我に帰って、我という自身の姿を他人から見せつけられた気がしたのである。ちくさいお人、世事のない高悦の母は、彼のことを指してそう言った。己の身についている匂いというものは、 誰でも自分にはわからないものに違いないが、武蔵はそう言われて、突然と自分の影にこびりついている容器と血なまぐささに気づいた。そして、この老母の澄んだ感覚に、かって知らない周知を覚えた。武者修行殿、光悦はそれを見逃さなかった。 武蔵の経験と光っている異様な眼差しだの。油気のない殺伐な髪の毛だの。体のどこを触れても切れそうな様子をしているこの青年に、彼は何かしら愛せるものを見出しているらしいのである。お急ぎでなくば少しお休みなさらぬか。誠に静かでござりますぞ。黙っていてもすがすがと 良い気持ちで、心が空の青さに溶けていくような老母もまた共に「もう少し名を積んだらやがて草貝をたいて自創しよう」「お嫌いでなくば茶も一服参らせようほどに」とこの親子の間に交わっていると武蔵は自分の体に生えているさっきのゲが 取れていくように気が和んでくる。他人の中とは思われない温かみなのだ。いつとはなくわらじを解いて毛線の上に座ってしまう。打ち解けてだんだん聞いてみると、この老母は妙衆といって都でも隠れのない県婦人であるし、息子の光悦も 本阿弥の辻に住む有名な芸林の名称で紛れもなくあの本阿弥光悦であることが分かってくる。およそ刀を刺す人間で本阿弥家の名を知らない人間はない。けれど武蔵はその光悦という人や光悦の母の妙衆という人をそういう由緒のある家柄の当人であると聞いても やはり、この広い枯れので偶然に出会った、ただの人としか思えないし、またそれがゆえに抱いていられる懐かしみや親しみを、にわかに固くなって捨ててしまいたくなかった。苗州は釜の湯のたぎりを待ちながら、このお子はいくつじゃろう、と息子へ言う。息子の光悦は、さあ、 二十五六でもございましょうかな。と、武蔵を見て答える。武蔵は首を振って、いえ、二十二歳です。すると、妙詞は、さも驚いたように目を改め、まだそんなにお若いのか。二十二では、ちょうど、わしの孫と言うてもよい。それからまた、国はどこか。 両親はあるのかないのか、剣は誰に習ったかなどと、妙衆はいろいろ尋ねてやまない。優しい年寄りから孫扱いにされると、武蔵は同心を呼び起こされて、言葉遣いまでおのずと子供らしくなってしまう。常に厳しい鍛錬の道にお寄付して、自分を 鋼のように鍛え固めること以外には命を呼吸させたことのない武蔵だった。今、妙衆とそうして話しているとありのままにそこへでも寝転がって甘えてみたいような心持ちを久しく風雨にばかりさらされて忘れていた肉体の中に不意に思い出した。だが武蔵にはそれができない。 妙集も、光悦も、この一枚の毛線の上に乗っているものは、茶碗一つまでが皆空の青さと溶け合い、自然と一つになり、野を飛ぶ小鳥とも同じになって、静かに遊び楽しんでいるように見えるが、武蔵一人は、ママこのようにポツネンとあって、その姿はどうしても自然とは別物の存在としか見えなかった。 何か話を交わしているうちはいいのである。その間は、武蔵も、この毛線の上の人たちと溶け合って、自分は慰められている。けれど、やがて妙州が釜に対して沈黙し、光悦が絵筆を持って背を向けてしまうと、武蔵は、誰れと語りようもなく、また、何を楽しむすべも知らず、 思い出されるものは、ただ退屈と孤独の寂しさだけだった。何が面白くて、この親子はまだ春も浅いのに、こんな枯れの駅で寒い思いをしているのか。武蔵には、この親子の生活が不思議なものに見えてならない。積草が目的なら、もっと暖かくなって、 人手が賑わう頃にもなれば、ちぐさも燃えているし、花も咲いていよう。茶を立てて楽しむことが目的ならば、何もわざわざ釜や茶碗を持ってきて、物好きな不自由をしないでも、本阿弥家とも言われる旧家である。住まいには良い茶室もあるに違いない。絵を描くためか。と武蔵はまた考えて、 高悦の広い背中を見守った。少し身を横へねじって、その高悦の筆を覗いてみると、さっきもそうであったが、今もまた返しへ書いているのは、水の流ればかりであった。ここから少し離れている枯れ草の間に、うねうねと細い野川の水が張っていた。高悦は、 その水の姿を線に表そうとして多念もない様子なのである。掴もうとしても墨を通して紙の上へ形として表してみると何も掴まれていないので光悦は何十ペでも水の姿を掴むまで開かずに同じ線を描いているのだった。ははあ、絵もなかなか優しくないものだ。 武蔵はふとそこへ自分の退屈を預けて見とれる。敵の姿を剣の先へ置いて自分が無我になったとき、自分と天地が一つのものになったような気持ち、いや気持ちなどというものさえなくなったとき、剣はその敵を切っている。光越殿はまだあの水を敵として睨んでいるから書けないのだろう。 自分があの水になればよいのだ。何を見るにも、武蔵は剣というものを離れては考えられない。剣から我を考えても、ぼんやりとその程度には理解できる。けれど、なおわからないのは、妙衆や光悦が、いかにも楽しげにいることだ。親子として、 黙って背中を向き合っているが、その姿がどっちを見ても、今日という一日を楽しんで、開かない様でいることが不思議でならない。暇人だからだろう。彼は単純にそう片付け、この険しい時勢の中に、絵を描いたり、茶を立てたり、こういう人もいるものかな。 俺には縁のない世界の人間だ。親代々の財産を大事に抱えて、自生の外に遊んでいる上等な逸民というものだろう。退屈はやがて気だるい者を誘ってくる。抱きは禁物と戒めている武蔵にとって、そう気がつくとわずかな間もこんなところにいられない気がしてくる。 お邪魔をしました。武蔵は脱いだわらじを吐きかけた。思わぬ暇つぶしでもしたように、その様子がにわかにとってつけたように見えた。ほ、お立ちか妙秀は意外そうに言った。光悦も静かに振り向いて、せっかく母が今粗末ですが、茶を差し上げようと思って、 心を込めて釜の湯を見ております。まあ良いではありませんか。先ほどあなたが母へ話していたのを伺うと、あなたは今朝、連大寺ので吉岡家の着子と試合をなされたお方でしょう。戦の後の一服の茶ほど良いものはない、と、これは加賀の大納言様も、家康公もよくおっしゃっていた言葉です。 じゃほど心を養ってくれるものはありません。道は生から生じるものと私は思う。私もご召喚いたしましょう。かなり距離はあるが、やはりこのの続きである連大寺ので、今朝方自分と吉岡誠十郎との試合があったことを、この光悦は知っていたのか。 それを知りながら、そんなことはまるでよその世界の騒ぎとして、静かにこうしていたのか。武蔵はもう一度光悦親子の姿を見直した。そして座り直した。では、せっかくですから、頂戴して参りましょう。もう七十字回老母であったが、 茶事の作法が身についていて、自然な身ごなしや、細やかに動く指の先や、すべての振る舞いが、いかにも女らしく、優しく、そして美しかった。野人の武蔵は、高悦に習ってかしこまっていた。その窮屈らしい膝の前に、菓子の木皿が置かれた。 歌詞はつまらないヨドまんじゅうであったが、この枯れ野には見当たらない青い木の葉を敷いていた。剣に形、作法などがあるように、茶にも法があると聞いている。今も妙衆のそれを武蔵はじっと見ていて、立派だ、と思った。隙がない。 彼の解釈は、やはり剣による。達人が剣を取って立った姿というものは、さながらこの世の人間とも思われない。その荘厳なものを今、茶を立てている七十の老母の姿にも彼は見た。銅、芸の真髄。何事も達すると同じものと見える。 うっとりと彼は考えていた。だが、我に帰ってみると、ふくさに乗せて膝の前に置かれた茶碗を、武蔵はどう持ってどう飲んでよいものかとためらった。茶事の責任など連なった経験もないのである。そこらの土を子供がこねたように不器用に見える茶碗だった。 しかし、その茶碗の色の中に称えられている濃い緑の泡粒は、空よりも静かで深い色をしていた。光悦はと見ると、もう菓子を食べている。寒い夜に暖かいものでも抱くように、両手で茶碗を持って、それも二口か三口で飲んでしまう。光越殿、武蔵は言ってしまった。 武骨者です。実は、茶などいただいたことがないので、飲む術も、作法も知らないのですが。すると、妙衆が、なのい、と、孫でもたしなめるように、優しくねめた。茶に、知るの、知らぬという、知恵がましい逆しらご事はないものぞよ。武骨者なら、武骨者らしゅう飲んだがよいに。 そうですか。作法が茶事ではない。作法は心構え。あなたのなさる剣もそうではありませんか。そうです。心構えに肩を凝らしては、せっかくの茶味が存じまする。剣ならば、体ばかりかとをなって、心と刀の円通というものを失うでござりましょうが。はい。 むさしは思わず頭を下げて、次の言葉に耳をすましていたが、ほ,ほほほ、と、みょうしゅうはその後を笑い消して、わたくしに剣のことなどは何もわかりませんがの、と言った。いただきます。むさしは膝が痛いので、かしこまっていた膝をあぐらに組み直した。そして、めし茶碗から、 茹でも飲むように、ガブと飲んで、下へ置いた。苦い、と思った。それだけのことで、うまいなどとは世辞にも言えない気がした。もう一服、いかがでございますかたくさんです。どこがうまいのか。なんでこんなものを深刻らしく、味の、詫びの、作法のというのか。 武蔵には下せなかった。しかし彼は最前からこの親子に持った疑問とともに一概に軽蔑し去る気にもなれない。佐藤が自分が正直に感じただけのものならば、東山時代の長い文化を通じてあのように発達してくるはずがない。また、秀吉だの、家康だのという人物が、 その道の流星を指示するわけがない。野牛石秀祭も老後をその道に隠れていた。思い出すとたくあ安房もよく茶のことは言っていた。武蔵は福佐の上の茶碗へもう一度目を落とした。石州祭を思い出しながら、 その茶碗を前に置いて見つめていると、ふとまた、武蔵はあの時、石州祭から送られた一枝の尺薬を思い出した。白尺薬の花をではない、あの枝の切り口を、あの時受けた強い旋律を、おや、と口に出たかと思うほど、 武蔵はその茶碗から心へ響いてくる何者かに激しく打たれた。手を伸べて抱き込むように茶碗を膝へ乗せてみる。今までの武蔵とはまるで人が違ったような熱を帯びた目の光がつぶさに茶碗の底やへら目に見入って、赤州菜が切った灼薬の 枝の切り口とこの茶碗の土を切ってあるヘラメの鋭さとうーんどっちとも言えない非凡人の芸のさえだあばらが膨らむように息が詰まってくる何故にという説明は彼にもつかないのである巨腕を持った名称の力量が そこに潜んでいるという他はない。誰だろう、この作り手は。手に持つと話せない気のするような触覚なのだ。武蔵は聞かずにはいられなかった。光悦殿、私には焼き物のことなど皆目わからないのですが、この茶碗はよほど名工の作ったものでしょうな。 どうして高悦の言葉は顔のように柔らかい。どうしてと言われると困るのですが、ふとそんな気がするのです。どこか何かをお感じになったのでしょう。それをおっしゃってください。と高悦は意地が悪い。さあ、武蔵は考えて、このヘラで スパッと切ってある土の跡ですが。うん。芸術家の持ち前を高悦も持っていた。芸術の理解などは程度が低いものと相手を決めてかかって武蔵を低く見ていたのだった。ところが案外いい加減に聞いていられないことを言い出しそうなので、急に女のような優しくて熱い唇が、 難しく大きくしまった。へらのむさ武蔵殿はどう思いますか鋭い。それだけですかいや、もっと複雑だ。非常に太っぱらですな、この作者は。それから刀で言えば、ゅう物のように、切ればどこまでも切れる。けれど、 麗しい匂いで包んでおくことを忘れない。またこの茶碗の全体の姿から言えば非常に素朴に見えるがキイと言いましょうかどこかに王侯のような尊大な風があって人を人とも思わないところもある。うーんなるほど。ですからこの作者は人間としても ちょっとそこがわからないような人物だと思う。しかし、いずれ名のある名称には違いありますまい。一体何という投稿ですかこの茶碗を焼いた人は。すると高越は厚手な杯の縁みたいな唇をほころばせてよだれをたたえながら言った。わたくしですよ。ははは。 私がいたずらに焼いた器ですよ。光悦も人が悪い。武蔵に批評させるだけ批評させておいてから、さて、その茶碗の作者なら、実は私です。と言ったものである。武蔵は自分が試みられているなどとは少しも思わず、正直に感服して、光悦の多芸多能の際に、いや、 その際よりも素朴な茶碗のような姿をしていて、実はその裏に隠している人間的な奥行きの深さを、武蔵は気味悪いほどに思った。つい時の経つのを武蔵は忘れていた。そのうちに下男がなお積み足してくると、妙衆はかゆおに再婚を焚いて、 これを光悦の手作りらしい小皿に盛り、亀の芳順を開けて、ささやかなのの食事が始まる。その茶料理も、武蔵にはあまりに短味すぎて、うまいとは思わなかった。彼の肉体は、もっと濃厚な味や油を欲しているから。けれど彼は、素直に、なや、 大根の薄い味を味わおうとした。光悦からも妙州からも習っていいものが多分にあることを知ったからである。がいつ吉岡型の者が死の報復を企んでここへ迫ってこないとも限らない。武蔵は落ち着かない気持ちに時々かられて野の,の落ちこちを見回した。 ごちそうになりました。先を急ぐ身でもありませんが、試合に及んだ相手方の門人が参ると、ご迷惑がかからぬ限りもありません。いずれまたご縁があれば。妙衆は立ってゆく武蔵を見送って、本網の辻へも、おついでのりになど、立ち寄ってくだされい。 光悦も後ろからいった。武蔵殿、檻を改めて、くの方へおこしください。ゆるりとまた話しましょう。参ります。来るか来るかと思っていた吉岡方のもの,の影は、ののどこにも見当たらない。武蔵はもう一度振り返って、 光悦親子の遊んでいる毛仙の世界を眺めた。自分の歩いている道はただ一途で細くて険しい道だと思う。光悦の楽しんでいる天地の明るくて広いことには及ぶべくもない。武蔵は黙々と野津へ向かって前の通り うつむきがちに歩いていった。長人。本阿見家は、有所のある足利家の武神の末であるし、現在でも前田大納言家から、年禄二百国が来ているし、三宅にも地軍を賜っているし、伏見の徳川家康も目をかけたがっているし、 というわけで、職業こそ、刀剣の研ぎ拭いをして、純粋な職人に違いないが、ではその光悦は、侍か町人かというと、ちょっとどっちとも言えないような家柄である。しかし、やはり職人であり、町人であろう。また、大町人の根を洗うと、墨の蔵祖案でも、 茶や四郎二郎でも、灰や醤油でも、皆武家でであることも一致している。つまり、室町幕府の進化が、はじめは商業方面の一役所としてやっていた実務が、いつの間にか幕府の手を離れ、幕府から禄をもらう必要もなくなって、個人の経営になり、経営の際や社交の必要が、武士というと、 をも不必要にさせて親から子へ孫へと信頼の移るうちにいつとなく長人というものに成り代わってしまったのが今の京都の大長人でありまた金力の所有者なのであったその本阿弥家の光悦と妙刺親子に延べの茶の席であってから武蔵は折もあらば もう一度親しくしてみたいが、とは心の内で思っていたことだった。ところが、よくよく縁があったというものか、再会の期があれから幾日も経たないうちにまたあった。というのは、この上尾川から下尾川の東寄りに、羅漢寺という寺があった。その林地は昔、赤松市の一族がいた館の跡で、 室町将軍家の没落とともに、今は跡形もなく変わってはいるが、とにかく一度そこを探してみたい気持ちがして、武蔵はある日、そのあたりを歩いてみたのであった。父の無二歳も、都へ出た折は、一度訪ねて祖先の供養を営んだことがある、とか聞いてもいた。 武蔵はしきりとその日、その羅漢寺を探していたのである。下尾川の流れに羅漢橋というのがかかっていた。しかし、羅漢寺というのは尋ねても知れなかった。変わったのかなあ、このあたりも。武蔵は羅漢橋の欄間に立ちながら、父と自分とのわずか人間一代のうちにも、 激しく推移している都会の姿というものを考えていた。武蔵殿じゃないか。どこかへ出た戻りらしい妙修ににこう呼び止められた。よう訪ねてきてくだされたの。光悦も今日はいるほどに。まあまあそう遠慮などせいで。と妙修には、 彼を露房で見つけたことの偶然を喜んで、武蔵がわざわざ自分の家へ来てくれたもののように思い込み、長屋門のうちへ連れて入って、下男をやってすぐ高悦を呼んでこさせる。高悦といい、明州といい、いつぞや外で会ったときも、こうして家庭で会うときも、少しも変わらない良い人たちだった。私はただいま、 大事なおとぎものを仕掛けておりますので、しばらく母と話していてください。仕事を済ませば、いくらでもゆるりと話しますから。光悦が言うので、武蔵は妙修にを相手にくつろいでいたが、その晩がつい遅くなってしまうと、まあ今夜は、ということになり、明くる日になるとまた武蔵の方から光悦に、刀の研ぎや、 扱いについて教えを請うと、光悦は自分のおとぎ小屋へ彼を案内して、実際の上からいろいろといて聞かせるといったようなわけになって、いつか二番も四番もこの家の布団に武蔵は身をなじませてしまったような次第であった。光悦の書斎を眺めても、そこには和漢の書籍から鎌倉期の絵巻だの 白菜の古法上だの、そのうちの一つを繰り広げても、思わず一日は暮れてしまうものがたくさんある。しかし、人の行為に甘えるのも程度がある。武蔵は今日はもう糸間をこうと考えていたが、それを言い出さない矢先に、光悦の方から、どうですか武蔵殿、あなたは車を見たことがありますか クルワというと、遊女のいる里のことですかそうです。私の友達に、ハイヤ・ショというて、気心の置けない人がいる。そのショから、今、誘い踏みが来たのですが、六条の遊び町を見に行く気はありませんか武蔵は彼の言葉のもとに、よしましょう、と言った。光悦は敷いて進めず、 そうですか。お気持ちが進まなければ、お誘いしても仕方がありませんが、時には、ああいう世界に浸ってみるのも面白いものですよ。すると、音もなく、いつの間にかそこへ来て、二人の話を今日ありげに聞いていた母の妙秀にが、武蔵殿、良いおりではないか、一緒に行かれてはどうかの。灰屋の主とても、 何の気ねもいらぬお人、せがれもせっかくお連れしたいのであろう。さあ、行ってきなされ、行ってきなされ。と、これはまた、え悦の気分任せと違って、武蔵にもすめ、我が子へも遊びに出るのを励まして言う。およそ、親と名のつくものなら、我が子が狂わへ行くなどと聞けば、 それがたとえ客の前であろうと、友達の前であろうと、にがりきって、また極道か、と嘘吹いているか、もっとやかましい親の場合は、もってのほかな、と、親子の間に一めくらいあるのが世間の通例なのに、この親子はそうでない。妙集には衣装ダンスのそばへ寄って、帯はこれでよいか、 こそではどちらにしやるかと、くるわへ行くという息子の身支度を、自分が湯山にでも出向くように、いそいそと気を配る。そして、いつの間にか、武蔵の前にも、面服ではあるが、肌着から上着まで、赤のつかない一重ねが揃えてある。はじめは腑に落ちぬことと怪しまれたが、この母子が、 これほど進めるところなら、悪所がよい、と世間で言うほど、行って悪い場所でもなさそうに思われる。武蔵は考え直して、では、お言葉に甘えて、光悦殿に連れて行ってもらいます。おうおう、そうなされ。さ、衣装も変えて。いや、拙者には、美服はかえって似合いませぬ。のに伏しても、どこへ参っても。 この合わせ一枚が、やはり自分らしくて気ままですから。それはいけません。妙集には変なところで幻覚になって、武蔵をこうたしなめた。あなたはそれでよいじゃろうが、無い身なりをしていては、きらやかな里の席に雑巾が置いてあるように見えるではないかの。世事のういこと、さいこと、すべてを忘れて、 一時でも半夜でも、綺麗とに包まれて、さらりと屈託をしててくるのが、あの里でござりまするがの。そう思うてみれば、我が身の化粧やだても、里景色の一つ、我が身だけの見えと思うが、間違いであろうが。ははは、そう言うたとて、名古屋三座や、まさむれ殿なほどの晴れ着でもない。ただ、赤がついて犬いというだけのもの。 さあ、世話を焼かせずに袖を通してみなされ。は、それでは。武蔵が素直にわかって着替えを済ますと、おお、よう似合う。と、妙集には二人のサバサバした身なりを眺めてわけもなく喜ぶ。機嫌よう、遊んできなされ。まだ夕空は明るかった。 水に沿って歩くのはなんとなく心の伸びるものである。人のせわしがるたそがれをようもなげな顔して歩くのはなおさらいい。武蔵はふと左のたもの先をたもの外から握っていた。はてな何が入っているのだろうか。右のたもは 夕風が吹いても軽く動くが、左のたもとが少し重い。そっと手を落として袖口に出してみると、よく舐めしてある勝負色の皮紐が、いつでも溶けるように、蝶結びに束ねて入れてあったのである。おう。光悦の母の妙修二が入れておいてくれたものに違いない。これを 川出す木にと。田元の中の川出す木を握りながら、武蔵は振り向いて、思わず方へ登ってくる微笑を後ろの者へ見せた。その前から気がついていたことではあるが、本網の辻を出るとすぐ自分の後ろから一定の距離を置いて、のそのそと後をつけてくる三人連れがあったのである。 武蔵は光悦の方を帰り見て行った。すぐ後から参りますゆえ、どうぞお先に。それを待っていたように三名の中の一人が、それがしは吉岡門下の身内で実験の一人大田黒氷助というものだが、田元を払って内部ところへ両手を突っ込み、一通の書き付けを取り出すと、 それを武蔵の目先へ突きつけた。五射帝伝七郎殿からそこもとへの主観。確かに私も押すぞ。ここで一読いたして、すぐ返事を受けたまわりたい。<laughs> ははあ。無造作に武蔵は開いて読み下してからすぐ、承知した。と一言で答えた。 だがまだ、大田黒兵助は、遮議深い目の光を消さないで。しかと念を押して、武蔵の顔色を正すと、武蔵はさらに頷いて、しかと承知。時刻とても、これから間のないことだぞ。場所は心得たか、支度は良いか。と、釘を打つ。 春の雪。光悦は時折、酒月に笑いを含んで、女たちとも醤油とも、静かに戯れたり話したりして同化しているが、一人武蔵は、ぽつねんとこの雰囲気から有利していた。別に自分だけが、いかめしくなどしているつもりでは決してないが、怖いのか、女たちが第一、彼のそばへ寄ってこなかった。 光悦は死いないが、ゆうは思い出したように時々、さしどの飲まないかとすめ、またしばらくすると、むさしの前に冷たくなっている酒好きが気になってならないように、どうじゃ武蔵殿、さしどのそれを開けてついのを一ん行きましょう、と飲ませたがる。それがか重なってくると、 だんだん言葉も存在になって。こぼさつたいうその息子に一つ飲ませてやってくれ。これ飲まぬか息子。いただいています。とむさしは、そんな時に返事でもするのでなければ、口を聞くりが見出せなかった。少しもかずきが開かないではないか。はてはて、育児のない。弱いのです。弱いのは、 剣術じゃろう。と、ひどい皮肉を言う。武蔵は笑って、そうかもしれません。酒を飲むと修行の妨げになる。酒を飲むと常の修行が乱れる。酒を飲むと意志が弱くなる。酒を飲むと立身がおぼつかない。などと考えてござるなら、お前さんは大したものになれない。 そんなことは考えておりませんが、ただ一つ困ることがあるのです。なんじゃな、それは。眠くなってしまうことです。眠くなったら、ここでもどこへでも寝てしもうたがよいではないか。そんな義理を立てる筋は、うと頭ういらんさたじゃ。と言って、太夫と、墨菊太夫へ行った。この息子、飲むと眠くなるのが怖いと言うておる。 それでもわしは飲ませてしまうから、眠くなったら寝かせてやってくだされよ。はい。と太夫たちは皆、笹ささ色に光る口を小さくして笑う。寝かせてやってくれるかようござります。ところで、解放役はこの中の誰だなのう光悦殿。誰がよいか。武蔵殿に気に入りそうなのは。さあ。 すみきくゆうは、わがやの女房。こぼさつたゆうは、こうえつどのがにがにがしかろう。からことたゆうも、いけないなあ、ちと、さしあいが悪い。いまに、よしのたゆうが、お見えなさりましょうが。それよ、とすっかり今日に言っているしょうゆうは、ひざをうって。よしのたゆう、あのたゆうなら、お客にもご不足はあるまい。 だがその吉野太夫は、まだ見えぬではないか。早くこの息子殿に見せてあげてほしいな。すると、墨菊太夫が。私たちと違って、あの太夫様は、それはもう、引くてあまたなお方。早くとおっしゃっても、そう参りません。いいやいいや、わしが来ていると告げれば、どんなお客も袖にしてくるはずじゃ。誰か、使い。 使い。伸び上がって、しょうゆうは、次の間のろのそばに遊んでいるカムロを見つけ、りんやがおるの。おりまする。りんやちょっとおいで。そなたは、のた太う付きのカムロであろうが、しのをこれへ連れてきて送りゃれ。外では、春には珍しいボタン雪が降っていた。 カムロたちはお客など忘れて雪に見とれている。林ンはもう小遊に言いつけられて吉野太夫を連れてくる使いを忘れていた。誰かが起点を聞かして吉野太夫の都合を伺いに行ったと見えて、お越しになることはどんなことをしてもお越しになるとおっしゃいましたが、ましたが、なんじゃ。 どうしても、今すぐとは、ただいまお見遊ばしているお客様がご承知してくださいませぬ。不見識な。と、小遊は機嫌が悪くなった。他の太遊ならば、そういう挨拶も通るが、大木屋の吉野太遊ともある形勢が、買い手どものわがままに任せて、振り切って来られぬというのは、どうしたものじゃ。吉野もいよいよ、 金で買われるようになったかない,いえ、そうではござりませんが、今宵のお客様は、分けても固い字で、太夫様が犬とおっしゃれば、余計に話してくれないのでござります。すべて買い手どもの心理は、皆そうしたものじゃろうが、一体その意地の悪いお客とは誰じゃカン,ン様でございまする。カン,ン様苦笑して、 小遊が光悦の方を見ると光悦も苦笑した。観願様とは先の大納言の子、カラスマ三義光宏の忍び名である。こちらも黙って引っ込んではおられぬ。何としてでも吉野太夫はこちらの座敷に植えて眺めねば収まらぬぞ。小遊老人は やっきになって唇の乾きを舐め始めた。光悦がまあそのうちにとなだめる方に努めると、勝勇はぜがひでも義之の隊友を連れてこいと女たちを手こずらせる。それがまた義之の隊友そのものよりは酒の卿を助けるものとなって、かむろたちも笑い転げ。 遊びの座敷はようやく外の降りしきる雪とともに今が竹縄の景色と見えた。武蔵はそっと席を立った。檻がよかったので誰も彼の席が空いたのを気がつかなかった。